こんにちは、ネルソロです。と前にオプションアプション、さて、こんにちは、ネルソロです。今回タネンバーグって言うのかな、第一次世界大戦をテーマにしたゲームですかね。多分 TPS でタイプで、なんかね、拠点をね奪い合う戦いみたいなんですけど、これをねやっていこうかなと。あんまよく分かってないんですけど、とりあえずなんか間違えた、チームじゃなくてなんかもう入っちゃおうかなと。入れんのかなこれ、試合に参加なんかね、拠点奪い合ったりする感じのゲームみたいなんですけど、東プロ一戦機動作戦、まあお試しでっていう感じかな。曇り、視界が若干悪いのかな。一応なんかデスマッチとかチーム戦とかいろいろあるみたいなんですけど、多分このなんだろう、陣取り戦みたいなのがこのゲームのポイントだと思うんですよね。よくわかんないですけど、ここに今勝ってるみたいなんですよね。まあちょっと降りてみよう。オッケー、ライフルだね。赤の領域、危ない危ない。まあまあまあ、これ敵かな、これ味方だな。青色がついてる。倒したぞ。おお、あ、自分以外にも、自分たち以外にもコンピューターがいると。これ味方なのかな、敵なのかな。緑ってどういうことなんだろう。あれ、これ味方？わかんねえな。味方か敵かがわかんねえ。味方っぽいな、これ。緑色。味方だね。
外した。この近くで外すかね。危ねえ。これどうやって外すの？危ねえよ。なんかすげえボコボコいってる。あーマジか。取られてるから取り返しに行った方がいいよね。外した。あーマジか。うめえ。うまいぞ。リスポーンする位置を選べると。緑が味方かな。弾みたいなの。投げた今。ああちょっと待って。投げたね。しゃがむとかできねえのかな。撃たれた俺。なんかすげえ撃たれた気がするんだけど。撃たれてるね。どっから撃たれてんだろう。どこ？なんかすげえ撃たれてる。マジかもうみんなうめえんだけど。すいませんね、めっちゃ死んでます。ごめんよ。緑味方だから、ちょっと。お、やっぱ伏せられるぞ、これ。このゲーム。外した。倒した？倒したっぽいぞ。俺じゃないみたいだな。でも倒した。ああもう
やばくない？やばいね。盛り返されてるね。これで取るとかもできるわけ。しゃがむってどうやんだろう。間違えちった。やべ、どっか撃たれてる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 。ああ、外した。ああ、もう。むず。超むずいんですけど。しゃがみて、しゃがみて。ああ、撃ったのに。おお、でもなんか。やばい、やばい。なんかすげえ撃たれた。近い近い。どこどこどこ？近いぞ。めっちゃ近い。あ？どこ？うわ。全然わかんなかったよ。Wir haben eine wichtige Stellung des Feindes eingenommen. うわー、マジか。だからうますぎじゃない？みんな。まあクロスプラットフォームだからかもしんねえけど。あ、味方だった。くっそ。青とあれが見えなかった。ついてこ、ついてこ、こいつらについてこ。オイルと、てかどうやってしゃがんねんのあれ。みんなして、しゃがむって動作がないんだけど、ボタンを押してんのに。味方だった。いて、しゃがむってどうなんだろうなこれ。あ、十字キーか、もしかして。よくわかんない。
やばいやばい ガスマスクしちゃった これ味方？味方だね。外した。マジかよ。まあまあいいでしょう。どうやってしゃがむんだろうな。違うしな。マジしゃがむが知りたい。ん？ちょっと待って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 。無理なんだけど。危ねえよ。しゃがみたい。しゃがむってどうやんのこれ。やべやべ、間違えちゃった。ああ、味方がびっくりしたよ。だからそれしゃがむのどうやんの？それを教えてほしいわ。俺もしゃがみたい。まあもうなんか多分勝ってるっぽいんだけど、味方のおかげでね。しゃがむがわからん。ちょっとコントローラーで操作見よう。すげえ。俺は全然ダメだったやつだな。一番ひどかった。ちょっと待って。一旦出て。なんだろう、PUBG とかああいうのに比べるとすごいシンプルだけど、逆にシンプルだからこそいいっていうのはあるね。しゃがむがわかんねえな。かがむ丸？本当に？まあ、いっか。ちょっとやってみるか。参加しよう。ルーマニア。走りながら撃つなってことだな。まあでもどうなんだろう。確かに単発しか撃てないから
あんな感じだったのかな。まあもっと大規模だったろうけど。精度も今の銃よりもまああれだろうし。マルドットか。そっかそっか。なんか押した気がしたんだけどな。まあ、ローディングはやっぱちょっと長いね。俺はどっちだ。俺はまた青なんじゃないか。よし、降りたと。いけた。よし。よし、ゴー。マジか、なんだ、ガスが来たぞ、ガス。毒ガス？あ、これわかんねえよこれ。なんでガスマスクしてないやつ生きてんだよみんな。あっちやばいじゃん。すげえ負けてる。なんかさっき手榴弾みたいなのあったんだけど、こいつ持ってないんだな。間違えた。弾、こっち。5発撃てるんだな、これ。味方か。どこどこ？倒してる。安全。これとこれ、あ、間違えた。能力。
手榴弾。味方だね。ガス、ガス、スワギテプロティブガスって。ナプレッモンチェンダ。手榴弾投げらんないんだけど。味方が占拠したっぽい。オッケー。配置 R1 はもしあなたとチームシューズの配置してください。ようわかんねえな。弾ねえんだけど。ああダメか。全然ダメやな。おい、なになに、なんかダメージ受けてない？味方のおかげで。味方がうまいぞ。全然倒せてないけど、まあいいか。気にしたら負け。うわ、手榴弾すげえ扱いにくいんだけど。あら、やばいやつ、これもしかして。こことかでこれあれなのかな。間違えた。通る。R2手榴弾。うん？間違えた。四角で補充するのか。ねえよな。手榴弾欲しいんだけど。これあれだな、コミュニケーションだもんな。このなんて書いてある。ああなんかよくわかんねえな。なんでさっきは一人持ってたんだろう、いきなり。
くりしたよ。なあ、すっげえ叫んでんだよ。うわ、マジかよ。むずー、超むずい。この手榴弾をどうやって俺は。ゲットしたらいいんだか分かんねえんだよな。やったか。あ、間違えた。あー、くっそ。むずいぜ。アクセプト。多分兵士のタイプがいろいろあるんだろうな。打ち負けた。俺も打ってたんだけど。まあなんかすげえ負けてるけどね。むずい。あれ味方だよね。味方だね。あ、味方ちゃん。ほほ、最後刺されたな俺。おう、まあ頑張ったんじゃないでしょうか。ベストチームメイト俺なんだけど。は？意味がわからん。いやいや結構死んとったよ。なんだろう今の。よくわかんねえや。まあ一旦終わろうか。わあ。これは好きな人はすごい好きなゲームだろうな。なんだろうこの不自由さを楽しむというか。あとこれ分隊組めるらしいから、友達と4人でやるのが一番楽しいだろうね。うん、分隊組んでソロだとちょっときついだろうな。うん、それがすげえ楽しそう。やっぱ陣取りゲーム結構好きなんでね、多人数の。他にも消耗戦とか
ライフルデスマッチとかいろいろあるみたいなんでね、まあちょっと機会があったらやってみようかなと思います、まあ、とりあえず今回はここまでにしようと思います。ではまた。